なんかすげえ子になってるんです。ゴミはちゃんと持って帰ろうね。はい、どうもハニーチャンネル、シナモンでございます。ハニーチャンネル、ハニーチャンネル、かぶってね、かぶってね、お願いします。お願いします。じゃあ仲のいいね、同期をちょっとね、ゲストに呼びましたけどね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、僕がね、さっき言っていいのかな、自己紹介していこう。自己紹介させてもらいます。まといの前田です。お願いします。お願いします。同期のセインツの辻元です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。毎回決まったことあるけどね。毎回来たね、俺ね、俺が初めてや。そう、俺はシナモンのハニーチャンネル出るの初めてね。そう、そう、で前々から出てほしいな思ってたわけよ。前々からね、そう、なかなかね、出る機会なくて、うん、で今日はね、言うたらそのまといにスポット当てた企画を考えたわけ。あ、俺らの、そう、これ、うん、まといに、そうだよ、まといに、そう、重要あるかな、そんな重要あるかな、それ頑張らなあかんね、頑張らなあかんね。なのにな、うん、なんで相方おれへんねんって話やね。いや、そうやで、ね、ほんまやな、なんでおれへんねん。ちょっとほんま今日はちょっと相方今来てなくて、うん、相方ちょっと今日ちょっとね、これですわ。ね、なんやそれって。これです。これってなんやこれ。ワイキキや。ハワイとのハワイ。ちょっと一回リクしな。なんでやねん。いやいや、まあまあ、じゃあほんまほんまのこと言うと、うん、あれなんよ。何よ、ちょっと来る最中に、うん、ちょっとな、俺の悪口言ってるなんかおっさんおって。あ、そう。俺がどついてきたるわ、言うて、うん。ちょっと今そいつとちょっと交戦中。プロは行く。いや、プロは行かんでよ、もう。いや、プロは、いや、ごめんごめんごめん。じゃあ、ほんまは、うん、いや、ほんまは、ほんま体調不良なんです。あ、そうそう、なんか体調不良らしくて、あ、そう。そうそう、なんか今日来られへんみたいな。うん、せっかくな、言ってくれたのに。今2つボケたよな。どっちか使うわ。うん。どっちか使おう。楽しみにしといて。どっちか使う。2つって言わんかったらなんとかなったやろ。どっちか使うから。なんで言うの、そういうの。いやいや。俺も初めてハニーチャンネル出してもらってちょっといろいろアップアップしてるから、ね、俺なんで YouTube にアップアップすんの。とりあえずちょっと落ち着くわ、うん、今日ちなみにしたら何をすんの、まあ、今日はちょっとずっと気になることがあってな、うん、俺らのやろ、うんうん、あれマトイの伊藤ってめっちゃモテるやん、うん、あ、うちの相方ね、よく聞くねん、なんかでモテんなみたいなこと言うねん、俺モテるわって言うねんけど、よく言ってるな、なんかそれにも疑問を感じててな。あ、そう、うん、何言うと言うたら、まといの言うたら、ブサイク担当になってるやんか。俺が、うん、俺、ブサイク担当なんや。うん、まあ、もじゃもじゃとかやしな。相方男前やったとしたら、ね。あ、まあ、シュッとしてるからな。確かにね。まあ、全然そんな別に気にしたことなかったけどな。うん。悔しくないのか、お前は。おぉ、きしょ。悔しくないのか。悔しくないのか、お前は。いや、でもやっぱ男やし、モテたいとも思うから、うん、それはまあ悔しいっちゃ悔しいよ、相方ばっかりその怒りは。でもやっぱりね、その伊藤の方が男前やからね。俺も伊藤の代弁するんじゃないけど、やっぱ伊藤がやっぱかそういうのか、うまいね、そういうの。伊藤がやっぱりその男前ってのは俺知ってるし。だから僕はな、マリちゃんが可愛そうやなと思うわけよ。うん、あ、シナモンは俺のこと可愛そうやと思ってくれてる。ああ、そう。でね、うん、僕はこの街に出ましてね、おう、街行く女性に、うん、マトイの写真を見せてね、え、どっちがタイプですかってのを聞いてきてんよ。何やってんねん、お前。うん。何をやってんのよ。ガチでやってきたんよ、それ。で、それを見ようかなって。見ようかなって。なんで折れへんねん、伊藤が。え、街中出て俺らの写真見せて、何聞いたってこと？聞いたよ。やば。マジで、うん、すごいな。いや、すごいよ。とりあえず見ましょう。とりあえず一回見てみようよ。じゃあ、そうやったら。ああ、一回とりあえず見て、判断してみよう、うん。どっちがな。そうですよ。モテるのか、みたいな。え、めっちゃ緊張するやん、これ。うん、ガチで聞いてたからね、ほんまにね。あ、もうん、ガッと、すごっ。それではちょっと VTR の方、はい、うん、振りを、ね、見て、うん、見てじゃねえ、見て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 、やりたい、やりたい、やりたそうだ、やりたそうだ、やりたそうだ、俺分からへん、ちょっとやってくれるかな、ちょっとちゃんとした V 振りを、いつものハニーチャンネルの V であるかも、 V 振りしたことないわ、そういうのちゃうから、これ V を振るやつ、 V 初めての V や、なんで俺怒られてんの、上上上上上上、誰誰誰誰、乱れるわ、ほんま、 VTR スタート、スタート、すごいな。誰に聞いてるの？いいですか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 ？すいません。一発で断られる。心折れるね。何倍と思われた？すいません。インタビューとか答えてもらうことないですかね？すぐ終わるんで。自撮り？顔映らないんで。顔映ってないもんな。いいですか？断られた。いや、断られてばっかりです。うわ。2時間ぐらいやってんじゃん。マジで？トータルで。
30分後にお約束で。インタビューしてるんですけど、よろしいですか？あの、顔は OK ですか？はいはい。いいですか？すいません。あの、これ僕の同期の芸人なんですけども、あの、好きなタイプ選んでほしいんです。好きなタイプ？こっちかこっちか？はい。こっちかこっちか？どっち？緊張する。これ、一発目大事やろ。こっちかな。はい。前田。あ、俺前田だった。すすめさんですか？すすめもこっちですか？こっちの右の、はいはい、すいません、ありがとうございます。なんでやねん、娘さん、俺前田優です。おー、ありがとうございます。嬉しい。親子揃ってね。うん、でも日本人があの無理やったから、インタビュー答えればいいから。外国人とかとは多分変わるよ。インタビュー OK？ 見てる。インタビュー OK でした。いや、雑やな。タイプはどっちですか？タイプ、好きなタイプ。綺麗な方よ。選ぶとしたら、笑われてる。前田2票。前田2票。うん。そう。前田2票すごいね。おやおやおや。あのジャパニーズコメディアン、インタビューオッケー。オッケー。外国人多いな。これ何回も。I love you は。ハムで見てる。ええー、そうなんや。おダメ。まあ、なしで。あ、なしで。俺ら2人ちゃうんか。ボケ張ってる。ボケ張ってるやん。カレー、カレー。いやいや、シュール、シュール。気になる、気になる。I love you はどっちですか？好きな人。好きなの。どれか？はい。こっち？ライト。ライト。Which one is better?すごいハロウィンや。伊藤。ハロウィン。あ、本当ですか。あります。見ます。伊藤。初めて一票。喜んで伊藤。伊藤。すみません。外国の方は伊藤が好き。ね、外国の方やったらガラス割れたり。なんか事故あった？ガラス割れてなんか。なんかすげえ子になってるんです。何時ぐらい？え？ゴミはちゃんと持って帰ろうね。あの、やばい、だいぶ以上です。現場から以上です。何割かもあった。警察動いてる。現場から以上。え、終わり？現場から以上です。はい。いや、パニック動画やったこれ。バイバイちゃうねん。いや、終わったな。終わった。いや、でもすごいな。ちょっと待って、気になるとこめっちゃあんねんけど。え、じゃあ何ですか？え、待って、これハロウィンの時の。そう、ハロウィンの時に撮って。いつだ、いつに聞いてんのそれ。去年、去年。あ、去年のハロウィンに。そう。わざわざ。うん。お、なんかすみません。うん。だから、12月とかやりたかったのに、全然スケジュール合えへん。あー、ごめん、あ、撮影、今の撮影のなってもあー、ごめんごめんごめん、それはほんまに申し訳ない。トータル、前田の方が票多かったね。いや、そうやな。うん。ありがとう、嬉しい、なんか。12、3人聞いてきてんけどね。俺もう0票とかになるんかなと思ってたのに。過半数が前田を選んだ。え、これトータルでどれぐらい聞いてんの？じゃあ12、3人よ。あ、13、2、3人で。うん。ほんま50人聞こう思ってんけど、全然インタビュー止まってくれへん。誰か知らへんもんな。止められへんし、50人もハロウィン時ね。だから僕、あの、イヤホンしてたやろ。あ、してた。あれ、なんかロケっぽく見せるためにさ、やって。あ、ちょっとした小細工な。小細工。ちょっとした声かかれへんから。あ、そうなんや。あ、そう。へぇー。いや、すごいなぁ、前田。ちょっと外国の人多くない？外国人、やっぱハロウィンやから、ノリがいい。まあまあ確かにな。え、日本人の人、だって最初の二人、か、あの、ペアの人しかおれへんかったんじゃん。そう。まあでも、伊藤くんは、でも、骸骨の方から一票いただいたんで、一票いただいたんで、よかったんじゃん？骸骨の方からの一票は。いや、なんか嬉しい。俺は嬉しいよ。よかったよ。骸骨だけやろ。骸骨だけ。骸骨だけ。骸骨。いや、まあまあまあ、よかったよ。面白かったよ。ああ、そうなんや。で、あと、ごめんごめん。ちょっとほんま俺も気になってんねんさ。写真、何の写真なのそれ。え、何写真ってどういうの？なんか問題あるこれ。いや、これいつの写真出してるの？前に。ちょっと見せて。わかる？それ。わかる？ちょっともうちょい。これ何をして、これは何かな。めちゃくちゃ柄悪いやん、この二人。これ5年前にサイゼリア行った時に。なんで5年前の写真？これしかなかったよ。俺髪型そうなっちゃう。もっとちゃんとしたやつあったやろ。これはあれ？潜在写真やったりとかさ。ないよ。俺なんでタバコの火消してる？もうめちゃくちゃ柄悪いやん。南大阪のサイゼで撮りました、これ。ええわ、そんな。こういう人おるよ、結構。いや、え、この写真だけしか無理やったん？
なかったから。あ、そうな。宣材写真とかもなかったし。言うてくれたら撮って、撮らしたのに、そのやるってやってたら、うん。でもなんかそれやらせっぽくなっちゃうから、ね。まあね、うん。うん、それはわかる、確かに。お見合い写真使うやろ、どうせ。いや、面白かった、面白かった。なんか、お見合い写真みたいなの持ってくるやろ。いや、ありがとう、なんか。これナチュラルやん。まあでも俺、今の気持ちで言うと、うん、すごいなんか嬉しいよ。気持ちいいもんだって。買ってるわけやろ。これから相方のことをバカにしなさい。バカにしたるからな。うん、ネタ書いてんの相方やからな。言わんでええねん、そんなん別に、うん。そんなん別に今言わんでええやろよ。そういう人もいてるから、ね、ネタ書いてる方やったっけ。ネタ書いてないですね。シナモンはネタ書いてますよ。あんたピンやからな、うん、はい、ああ突っ込んだ、突っ込んだ、収集つかへん、突っ込んだな、偉いな、突っ込めねえな、まあ、ということでね、まあね、まあまあ、ね、こうやって、あ、以上、以上ですよ。ああ、そうなんや、うん、うん、そう、それは前田君が欲しかったっていう曲はやったー、勝ちましたから、ね、おめでとうございます。10ポイント差し上げます。10ポイントやった、人生の10ポイント、人生の10ポイント、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあんのかな、うん、まあまあ、今度はまたセインツ編をやる。セインツ編お願いします、うん、ああでも俺も勝ってるからね、知ってるからもう見たいよな、それは、うん、そう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 、夜、うん、勝つ自信あるから、セインツ編やったら、いや、トントンでしょ、トントンでしょ、メクソ鼻くせ、メクソ鼻くせ、どうやったらあかん、近くならへんやろ、それは。いや、だから勝つ自信あるから、その時まだセインツ編お願いしていいかな、いや、見たいな、ちょっとそれは、うん、ありがとうございます。うん、始めましょう、本当にありがとうございます、ね、ありがとうございます、なんかこんな動画見ていただいてね、まとい企画なんか思うの初めてでしょ、もう締めたいから、締めたいから、ちょっと長い編集でなんとかしてくれ、それは。ということで、編集できんの、はいはいはい、またよろしくお願いしますね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、さよなら、さよなら、さよなら。